皆さん、こんにちは。証券の愛称で親しまれた歌手であり、俳優の萩原健一さん。2019年3月26日、68歳という若さでこの世を去りました。破天荒な人生を歩んだ証券さんの最後は、意外にも静かで穏やかなものでした。今回は、萩原健一さんの波乱万丈な人生と、その最後について深く掘り下げていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。萩原健一さんは、1950年7月26日、埼玉県北足立郡与野町の鮮魚店に生まれました。本名は萩原敬三。彼の人生は、まさに波乱の連続でした。東京都荒川区の清橋高校在学中、埼玉県大宮市でスカウトされたことが、彼の芸能界デビューのきっかけとなりました。ザ・スパイダーズの弟分のバンド、ザ・テンプターズのボーカリストとして歌手デビューを果たし、エメラルドの伝説や神様お願いなどのヒット曲を次々と世に送り出しました。しかし、萩原健一さんが20歳の時にザ・テンプターズは解散。その後、彼は音楽活動よりも映画監督を目指すようになります。22歳の時、サード助監督として参加していた約束という映画の主演俳優が降板したため、萩原健一さんが代役に抜擢されました。この映画での演技が高い評価を受け、俳優としての道を本格的に歩み始めることになったのです。萩原健一さんの俳優としてのブレイクは、石原裕次郎さんが主演のドラマ太陽に吠えろでの新人刑事マカロニ役でした。実は萩原健一さんは最初この役のオファーが来た時、一度は断ったそうです。しかし、萩原健一さんが全て好きなようにやるという条件でマカロニ刑事役を引き受けることになりました。さらに興味深いのは、超有名な太陽に吠えろのオープニング曲も萩原健一さんの提案で知人に作成してもらった楽曲だということです。まさにこの伝説のドラマは萩原健一さんがいたからこそ生まれた作品だと言っても過言ではありません。モノクロテレビ、歌手そして俳優としても成功を収め、順風満帆に見えた萩原健一さんの人生でしたが、1983年の大麻不法所持で逮捕された事件を皮切りに波乱の日々が始まります。1984年には飲酒運転、2004年に車を運転中にバイクと衝突事故、2005年に主演映画の出演料をめぐりプロデューサーへの恐喝と、人生で4度も逮捕され、型破りなイメージが定着していきました。しかし、萩原健一さんの人生最大の試練は2011年に訪れます。彼は消化管間質腫瘍という非常に珍しい悪性腫瘍と診断されたのです。この病気は発症の割合が10万人に1から2人という希少なもので、治療法も確立されていません。そのため萩原健一さんは長く苦しい闘病生活を強いられることになりました。驚くべきことに、萩原健一さんは本人の強い希望で亡くなる2019年まで病名の公表を控え、芸能活動を続けていました。テレビドラマなどに積極的に出演し、病気であることを感じさせない活躍を見せていた萩原さんの姿は、多くの人々に勇気と感動を与えました。61歳の時から病気と向き合ってきた萩原健一さんは、芸能生活50周年を迎えた2018年の時に自身のレーベルであるショーレムレコードを設立。自身の生涯で最後のシングル曲となったタイムファイルズを発表し、ライブを行いました。萩原健一さんは、俳優が7割で歌手は3割ほどと生前語っていましたが、私には書くことのできないものと歌もとても大事にしていたようです。最後まで自分の芸術性を追求し続けた姿勢は、まさに萩原健一さんらしいものでした。2018年に放送された「不惑のスクラム」という作品で、萩原健一さんは印象的な役を演じています。ラグビーチームの創設者で、主人公の人生を支えながらもステージ4のがん闘病中でドラマの途中で亡くなる役でした。ドラマの制作発表会見で萩原健一さんはこのように話しています。私は末期のがん患者の役なんです。
生き抜こうとしている役柄ですが、途中で死にます。でも非常に面白い役なので、一つ見て楽しんでいただければありがたいと思います。まさかこの時本当に重篤な癌と向き合っていたとは、一部を除いて誰も知りませんでした。自身の闘病生活を役作りに生かしながら、最後まで俳優としての仕事に全力を尽くした萩原健一さんの姿勢は、まさにプロフェッショナルそのものでした。2019年3月25日、萩原健一さんの容態が急変します。都内の病院へ救急搬送され、翌26日にそのまま息を引き取りました。長い闘病生活を送ってきた萩原健一さんの最後は、とても穏やかで安らかにゆっくりゆっくり眠るように息を引き取りました、と妻の理香さんが語っています。モノクロテレビ。萩原健一さんの葬儀は、一般的な芸能人のものとは大きく異なるものでした。首都圏の火葬場は常に混雑しているため、亡くなってから火葬をするまでの平均日数は約6日という時間を要するのが一般的です。しかし萩原健一さんは亡くなった翌日に火葬を執り行いました。この背景には、亡くなった場合にはすぐに火葬を済ませてほしいといった本人の強い要望があったからだそうです。もし急に亡くなった時でも翌日に火葬してもらえる場所を決めていた可能性が高いようです。本人の意思を尊重してあげたいという妻理香さんの配慮から、翌日火葬が実現できたのでしょう。さらに多くの芸能人の方のように、お別れの会などを執り行わず、親族だけで葬儀をすることを選択しました。この選択には萩原健一さんなりの深い思いがあったようです。一説には、火葬や葬儀を急ぎ密葬という形を選んだ理由は、4人目の妻である富田理香さんに、自分が亡くなったことで何らかのトラブルに巻き込まれないようにという配慮からだったと言われています。ひっそりと消えていくというのは、萩原健一さんらしい最後の選択と言えるのかもしれません。萩原健一さんは3度の離婚と結婚を経験し、最後の伴侶となった理香さんと結婚したのが2011年2月です。萩原健一さんと富田理香さんと間にはお子さんはいません。富田理香さんは1度目の結婚の時に息子さんを出産しています。一方、萩原健一さんは小泉ひとみさんとの間に娘さんが一人います。萩原健一さんとの馴れ初めは、富田理香さんの方が萩原健一さんのファンだったようで、出会いのきっかけでもある女性誌の対談がきっかけで交際に発展したようです。萩原健一さんも富田理香さんのことを気に入っていたようで、熱愛報道が出た時に記者からの突っ込んだ質問に照れながら答える一面も見受けられました。穏やかな新婚生活が始まったのも束の間、萩原健一さんの病が発覚します。つまり新婚生活と闘病生活が重なったことになりますが、最後まで妻の理香さんは萩原健一さんを献身的に支えていたことには頭が下がります。萩原健一さんの最後の選択は、彼の人生そのものを象徴するようなものでした。破天荒な生き方をしてきた彼が、最後は静かに、そして愛する人に見守られながら旅立っていった。それは彼なりの美学だったのかもしれません。17歳から歌手デビューをして51年間という長い芸能活動をしてきた萩原健一さん、彼と親交の深かった多くの著名人の方たちからは、メディアや自身の SNS を通じて追悼のコメントが多数寄せられました。コメントを寄せた方たちは、素敵な方だったと萩原健一さんの俳優としての才能と人柄を語っています。いかがでしたでしょうか。萩原健一さんの人生はまさに波乱万丈そのものでした。歌手としてデビューし、俳優として大成功を収め、そして幾度となく挫折を経験しながらも常に前を向いて生きてきた。その生き様は多くの人々に感動と勇気を与え続けています。翔健こと萩原健一さん、彼の魂は今もなお多くの人々の心の中で生き続けています。そして彼が残した数々の作品と生き様は、これからも私たちに勇気と希望を与え続けることでしょう。萩原健一さんのご冥福を心よりお祈りいたします。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは
また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。